皆さんこんにちは、寺本リオでーす。はい、今回は富士フィルムさんのワンダーフォトショップに来ております。今回作るのは皆さん、今何月ですか ?8 月ですよね。8月ということは、じゃららららららーん。残暑お見舞い申し上げます。残暑見舞いを作りまーす。初めて人生で年賀状はあるんですよ、作ったこと。残暑見舞いって今の時作るのかな？なんかわかんない。やっぱ格式高いね、お家柄じゃなかったから普通の庶民だから残暑見舞いをあんまり作ったことがなくて、すごくワクワクしております。で、今回選んだ写真もとても夏っぽくなってるので、これをちょっと作って、皆さんにプレゼントできたらいいな、と思っております。では、早速、可愛いんですよ。作っていきたいと思います。こっちの方が。そうです、はい、はい、これで、可愛い。じゃ、とりあえず全部選んで。可愛いですよ、皆さん。いい気がする。お願いします。はい、残暑を作ります。はい。はい、お願いします。画面クリックしてもらって、はい、下の方にポストカードってあると思うので、はい、ここですね、あ、はい。はい。次へで。はい。わ、すごい。残暑。これが。残暑。写真入り。写真入り。はい。わあ、すごい。かわいい。いろんな種類がある。でもアジサイとかかわいいですね。これにしようか。選択する。あ、これでも暑中になっちゃうんですかね。残暑はこれ、文字変えられない？文字は、ここでは変えられないんです。こっちの方が。そうです、ね。はい。はい。これで、かわいい。画像を iPhone から読み込みます。今回は夏っぽい画像にしました。このデザインです。このデザインです。線香花火。線香花火とか、マジでしてないな。花火大会行きたかったですね。毎年、広島にいた時は、宮島の花火大会に行ってました。浴衣着て。ここで入れたい写真。あ、どうしよう。3枚ですよね。でも、後で入れ替えたりとかできるので、全部選んでも大丈夫です。じゃあ、とりあえず全部選んじゃう。はい。はい。はい、わー、すごい。どうしよう。クリックで大丈夫です。あ、それではできます。はい。かわいいですよ、皆さん。夏っぽい。センスが問われる。どうしよう、待って。待って、全然わかんない。これめっちゃ難しい。レイアウト考えるの。どう思う？どう思う？スタジオとかで撮った写真だと、自動補正切った方がそのままの写真になるので。いい気がする。かわいいよ。これ、ここは自分のやつ。あれ、これはでも、差出名入力。差出、こっちか。私が出すから、私のことか。あ、なるほどね。じゃあ、私の打ちますわ。たきつて、てらもと、りを。あ、変換できるじゃん。り、お。やばい、これ黙っちゃう。黙っちゃうな。こういうのって黙々とやっちゃいません？はい。個人情報打ち終わりました。うん、電話番号とかは良いです。はい。あ、すごい。レイアウトとかもできるんだ。ダメ、写しちゃう。ダメ。超プライベートだから。良さげ、良さげ。もうちょっと。色とか大きさも変えられる。あ、すごい。
出てくる。これの色はこれですもんね。だから、同じにします。OK です。あ、良さそう。あ、とってもいい。では、これはおばあちゃんに送りますね。どうしよう。めっちゃプライベートな住所になっちゃうから、やっぱりあれにしようかな。会社にしようかな。01-0062。はい。できました。良さそうです。とても。可愛くない？夏っぽい、めっちゃ。おしゃれ。はい。では、こちらで、送りますね。皆さんに。皆さんに。送れるかわかんないけど。送れること希望して。こんな感じになります。ここの写真は変わるんですけど、残暑、お見舞い申し上げます。もしもらえた方は、素晴らしい、奇跡の一枚ですね。もう多分作ることないかもしれない。こういう機会がなかったら。だから、皆さん、ぜひ、残暑お見舞い、まだ間に合いますよね。8月中なんで、作ってみてください。こういうのも作れるんですよ。あと、しょっちゅうお見舞いも作れます。こんな感じで。デザインは違うんですけど、こんな感じで作れるので。で、印刷仕上げだと、この縁がついて、はい、ちょっと紙質も違います。これが印刷タイプで、こっちが銀塩写真。全然雰囲気がまた違ってきますね。これが同じデザインですね。こっちの方がいいですね。いいやつにしよう、じゃあ。じゃあ、こっちで。こっちで。はい。藤、はい、から仕上げでいいですか？藤から仕上げで。はい。藤から仕上げで作ります。やっぱ全然違うわ。どっちもまた良さがありますね。初中と残暑は送ってもらえたら確かに嬉しいですね、気分は。ぜひ、皆さんも作ってくだされた。嬉しいでーす。では、今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ。できた。ちょっと今からプライベートのこと打ちますね。誰に送ろうかな。とりあえず母に送っとく。いや、おばあちゃん家の住所わかんないな。でもおばあちゃんに確かに送ったら嬉しいかも。